ヘッドスティーブンスアンカレッジ国際空港は、アメリカ合衆国のアラスカ州アンカレッジにある国際空港、シアトルタコマ国際空港に次ぐアラスカ航空のハブ空港となっている。また、隣接するフット湖、スペナード湖が水上飛行機用発着場として整備され、非平均190便と世界一発着便が多く、東空港の特色となっている。 1950年代後半以降、東アジアヨーロッパ間の航空路が活発化したが、多くは旧来の南回り、ヨーロッパ線で、所要時間は約20時間だった。最短距離のシュベリアルートは、当時の国際情勢から使用しづらく、事前の北回り、ヨーロッパ線が次第に開設されたが、当時就航していた日本航空やエール・フランス。 スカンジナビア航空の主力機材であったダグラス DC-7C やロッキードコンステレーションの航続距離では途中給油が必要だった。このためアンカレッジ国際空港が給油のための機構に利用され、その後のボーイング707やダグラス DC-8 などのジェット旅客機も日本とアメリカ東海岸中西部間の路線で1970年代には 韓国や中華民国などとの路線による利用が拡大した。パンアメリカン航空のボーイング 747SP 一方で1972年に日本航空がシベリア運航ルートを開設し、さらに1976年にパンアメリカン航空が東京ニューヨーク直行便運航のために特注したボーイング 747SP が就航した。また、 1980年代中頃に、ボーイング747から200バイトや、マクドネルダグラス DC-10 から 30ER など、新型機動入が進むと、日本とヨーロッパやアメリカ東海岸との直行便が、次々と開設され、飛行便数は減り始めた。さらに、1989年以降の、ソビエト連邦政府の外貨獲得政策により、 シベリアルートが領空通行量収入拡大のため、積極解放策に転じると、日本航空も航路をシベリア経由に変更し、アンカレッジ経由の北回り、ヨーロッパ線は1991年11月1日で廃止された。他の航空会社も同様の動きをとり、この政策はその後のロシア連邦政府にも引き継がれ、1990年代中盤には、 アンカレッジに寄港する国際線旅客便は数えるほどとなった。日本貨物航空とチャイナエアラインのボーイング747の400回貨物機旅客便と入れ替わるように北方のフェアバンクス国際空港から長距離貨物便の多くが給油寄港するようになった。2016年現在貨物取扱量は香港国際空港、メンフィス国際空港、 上海国際空港に次ぐ世界第4位で繁忙な貨物空港に変貌している。背景としてアンカレッジは北半球のどの主要都市にも3から楽時間で到達できる位置にあり航空貨物を裁く空路拠点として適すること、また広大な敷地面積により物流基地の倉庫建設に適する点やさらに旅客便が減少したことで 貨物便の優先発着が24時間可能になった点がある。アンカレッジ市自体も、鉄道交通や港湾施設へのアクセスにも優れており、歴史的に貿易拠点としても機能している。加えて、航空機に限らず貨物輸送で、意図的に給油量を減らし、積載量を増加させるコスト軽減手法が一般化し、給油中継地の必要性が再認識されてきたこと。 そして、電子機器類や、冷凍魚介類など、軽量で高付加価値の航空輸送に向いた、貨物需要の拡大と、航空貨物産業自体が成熟したことも挙げられる。アンカレッジにハブを置く、航空貨物関係の企業は、アメリカの大手貨物航空会社のフェデックスや、UPS をはじめ、日本貨物航空などを含め、30以上に上る。 日本航空のボーイング 767-300ER 国内線が多くを占めており2015年現在旅客実績は約540万人で単純な発着本数では貨物便より多い国際線はカナダ路線が中心で給油機構は現在エバー航空のニューヨーク発タイペン行きだけがテクニカルランディングで寄港している直行便が廃止されたため 日本からアンカレッジに行くためには、シアトルやサンフランシスコなどでの乗り継ぎを強いられ、そのために観光面で打撃を受けたアラスカ州政府による定期便再開が要望された。2002年、日本航空が釣り客を主な対象にしたカキチャーター便の運行を開始し、2003年からはオーロラ観光客が集まる陶器へも運行期間を拡大した。このチャーター便の運行は、 約10年間続いたが、それ以降は、同じアラスカ州のフェアバンクス国際空港に変更されている。当時日本で唯一国際線を運航していた日本航空は日本とアメリカとヨーロッパを結ぶ便が多く乗り込んだことからアンカレッジ国際空港の最大のユーザーと言われるほど経由便が多く、1960から1990年頃にかけて旅客便、 貨物便を合わせて1日20数機が寄港していた。国際線ターミナル内の一時滞在旅客を対象とした免税店やレストランでは日本人旅客向きに日本語のできる従業員や日本食メニューが用意されるほどであった。このため、1970年代末期以前に生まれた海外旅行が身近な身分の日本人にとってアンカレジ経由どこどこ行きという空港アナウンスは 耳慣れたものだった。平成中期以降は、そのような考えはなくなり、ジェネレーションギャップの一例とも言われている。左から、高順皇后、昭和天皇、リチャード・ニクソン、パット・ニクソン1971年9月26日、昭和天皇と高順皇后は、1975年の初のアメリカ公式訪問に先立つヨーロッパ公式訪問の途上で、 給油のためアンカレッジに日本航空のお召しきのダグラス DC-8 で立ち寄っている。昭和天皇にとっては即位後最初の外遊であり、天皇として史上初めて外国の地に降り立ったことになる。この時、大統領リチャード・ニクソン、パトリシア・ニクソン夫妻が天皇と皇后を出迎えている。格納庫内で歓迎の辞、当時が交わされた後、 臨時の迎賓館に指定されたアラスカ地区軍司令官邸にて会談が行われた。これは戦前も含め史上初の日米元首による顔合わせとなった。実現のため日米間で事前交渉が積み重ねられ、日程や飛行地の調整が行われた。当時は沖縄外然としてアメリカ軍の占領下にあり、天皇のアメリカ訪問は時期尚早と見られていた。 しかし沖縄返還を控えまた繊維摩擦などで日米関係がぎくしゃくする中、両国関係を修復するための潜在一流の機会と捉えたニクソンはワシントン DC からアンカレッジまでわざわざ出向いて歓迎してみせたのだった。アンカレッジを経由する国際航路は必然的に旧ソ連領空近くを長時間飛行するためたびたび ソ連防空軍機によるスクランブル事件や強制着陸事件が発生し国際情勢の影響を受けていた。特に二つの大韓航空機事件は冷戦下においてソ連の領空に隣接した航空路を飛行する危険性を改めて認識させることとなった。など、一ドリームリフター、ありがとうございます。